俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコリです。今回はですね、お話ししていきますのが、まあ、今日のですね、まあ、朝10時に行きます PC 版アップデートですね。まあ、スマートフォン版には今週の木曜日に、実装されるといった感じです。8月の6日ですね、に実装されるシーズン13のアップデートのですね、まとめの方をしていこうかなと、はい、いうふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでしていくわけなんですけれども、まあ、その、PC 版のアップデートが、まあ、本日の、まあ、朝の9時から11時の間に行われますね。はい。で、そのアップデートで、まあ、今回実装されるものってのが出たわけですね、告知の方。中国運営の方で先に出ました。はい。まあ、早速見ていきましょう。まず、シーズン13、ピーチミュージックフェスティバルというわけで、新しいシーズン13のバトルパスが始まりますと。まあ、今回も水着をモチーフとしたものですね。はい。まあ、これが実装されるといった形になっておりますね。はい。で、シーズン13が、まあ、同日の、まあ、8月の6日です。スマートフォン版だったら、これ開始されるといった感じですね。はい。で、まあ、その3番の方出てますけれど、待機場で期間限定でですね、まあ、ステージが登場して、ファッショナブルなプレイヤーがステージでプレイする可能性が高くなるみたいな。まあ、その、おそらくですね、PUBG であるんですけれど、まあ、ステージみたいなのが待機場に出てきて、その待機場で、その試合の中で、まあ、例えば流行値の高いプレイヤーってのがステージ上に表示されるみたいな、まあ、そんな感じになるんじゃないかなっていう風に、まあ、思いますね。はい。これ結構いいですよね。はい。いい感じのスキンを持っている人は、よりまあ、どやれるみたいな風になるわけですから、面白いかなと、はい、いう風に思いますね。はい。4番、踊りの音もありますので、友達と一緒にスイングして、リズムを守りましょうみたいな。どういうことやろ、ステージに乗ったらなんか踊れみたいな感じなんですかね。ちょっとわからんですけれど、はい。まあ、エモートとかもかもしれませんね。はい。新しいエモートが実装されるみたいな、そんな感じかもしれません。はい。そして5番ですね。まあ、ダンスサウンド、ボリュームの増幅など、エキサイティングなアクティビティ。参加すると、シーズン限定のエキサイティングな報酬を獲得できますと。まあ、今シーズンも始まってすぐですね、まあ、海底に宝箱が実装されて、その宝箱を拾ったら1日1回ですね、シーズン12パックが、まあ、1キャラ1回引いたっていうのがありましたけれど、同じくですね、そのようなミッション、シーズン13、開始直後の記念ミッションみたいな、そういうのが、まあ、実装されるんじゃないかな、といった感じですね。はい。で、6番はもう、あとはゲームでみたいなって感じになってます。そして今回結構話題になっておりますのが、新しい銃器、56式狙撃ライフルですね。まあ、56式です。はい。これが実装されるというわけですね。新しく追加された56式の狙撃銃は、安定性や信頼性が高くて、強力っていう風に書いてます。この56式っていう銃はですね、まあ、ちょっと今回僕調べたんですが、そのままですね、56式で調べると、AK のコピー銃が出てきちゃうんですよね。はい。AK-47 のコピー銃が出てきてしまうんですけれど、AK-47 のコピー銃ではなく、56式半自動補装っていうですね、そちらの、まあ、狙撃銃がおそらく公約行動に、まあ、実装されるんじゃないかなっていった感じです。ちなみにこの56式半自動補装っていうのは、まあ、PUBG とかでよく見る SKS のコピー銃ですね。まあ、コピー銃って言うとちょっと違うんですけど、例えば CS だったら、あれ AWM のコピー銃なんですが、まあ、56式半自動補装っていうのは、もともとですね、まあ、中国の中に入ってきていたロシア製のですね、その SKS っていうのを、まあ中国の国内で、まあ生産したもの。うん。まあその派生機みたいな感じですかね。はい。それが、まあ56式半自動補装。まあ56式の狙撃銃となっているわけですね。はい。まあ SKS が元の銃みたいな。まあ PUBG の SKS の外観は、まあプラスチックでできた、まあ銃みたいな。うん、強化プラスチックの狙撃銃。まあ鉄かもしれないですけれど。まあ、そんな感じの見た目なんですが、まあコアラインに実装されるのはもしかしたらその周りが木製でできている狙撃銃になるんじゃないかなと。まあモシンナガンとか。まあ、そこら辺に近いような銃になる可能性っていうのもあるかなっていった感じです。まあ、SKS のコピー銃っていうのは覚えておいてください。まあ、レンスナーになるかどうかはわからないんですけれど、まあ、そんな感じですね。はい。で、まあ、7mm の銃ですね。PUBG だったりとか、まあ、その元々の56式の狙撃銃は 7mm です。まあ、ただ、荒野行動なんで、狙撃銃用の弾に変更する可能性っていうのは、まあ、十分に考えられるかなというふうに思います。はい。そして、マリバに新しいシューティングパフォーマンスを試してみました。実際に体験して、貴重な提案をしてくださいというふうに書いてます。まあ、56式限定の狙撃銃の操作モードだったりとか、まあ、狙撃銃の、まあ、新しい新機能っていうのが追加されているんだろうなっていう、まあ、そんな感じですね。はい。で、次、福祉が進行中の夏のカーニバル。福祉が進行中ってなんだ。ミッションが今行われている夏のイベントってことかな。はい。1番、サマーフェスティバルコンバット、メディカルエキスパート、止血パッケージ。あ、なるほど。次はグレじゃなくて、まあ、回復を何回も使用することで、まあ、スイカコインとか、音符などの報酬がもらえますと、音符ってなんだね、音符の報酬って。もしかしたら音符を集めて
交換できるみたいな、そんな感じなんですかね。はい。で、2番、サマーフェスティバル。太鼓ゲームに参加して、ポイントを集めると、スイカコインが待っていますと。まあ、これ今回、スイカコインを集めるっていうミッションが多いんでしょうね。はい。で、3番、夏祭りバトル。夏季飲み放題。スポーツドリンクを集めて利用すると、スイカコインや音符など。あー、なるほど。じゃあ、止血とスポーツドリンクですね。この2つですね。この2つを使うことで、まあ、スイカコインがもらえるみたいな。まあ、もしかしたら、まあ、これグローバルだったらスイカコインなんですけれど、まあ、JP だったら、これトレーニング勲章とか、まあ、そこら辺に変更される可能性というのは、まあ、十分に考えられるかなというふうに思います。はい。で、4番ですね。8月の16日から23日までの間に、毎日ログインしたら、まあ、ボーナスがあると。まあ、要は、ログインボーナスね。これが実装またされるっていった感じになってますね。はい。無料ガチャ、また来るかもしれませんね。はい。で、次、決済インターフェースの、修繕と。まあ、修繕と言いますか、新しい新機能ですね。はい。1番、戦闘で勝利した瞬間のパフォーマンスを向上させ、勝利時のプレイヤーの達成感を、ああ、まあ、戦闘終わった後の見た目を強化するみたいな、戦績出るじゃないですか。まあ、結構日本でもアンケートが来ていたんですよね。僕は答えていて、まあ、動画にはしなかったんですけれど、まあ、そのアンケートの中はやっぱり、戦闘終わった後、例えばその順位とかが映るじゃないですか。あそこに対してどう思いますかっていうのが来ていたんですが、まあ、それに対する改変っていうのが入るみたいですね。はい。で、2番、MVP の特別な表示リンクを増やして、戦闘で優れたパフォーマンスを達成したプレイヤーを奨励しますというふうに書いてますね。まあ、MVP 出すみたいな感じでしょうね。その戦闘の。で、3番、スタイルを統一して、決済シーン、アクション、および全体的な UI ビジョン。あ、まあ、見た目変えるって感じですかね。はい。4番は、まあ、自分でやってね、みたいな。まあ、その悪い部分あったらまた教えてくださいってなってますね。はい。で、次、戦闘の最適化ですね。まあ、通常戦闘とかの様子の変更ですね。1番、SMG の保持動作のパフォーマンスを最適化。まあ、SMG 持ってる時の、まあ、見た目を変えたといった感じですね。まあ、起こし機が前回修正されてですね。まあ、MP5 みたいな感じで持つようになりました。まあ、それと同じく他の SMG とかも持ち方が変わる可能性があるといった感じですね。はい。で、2番、タイヤが壊れていると、フラグシップと注文の速度が時々速すぎるという問題が。あー、なるほど。タイヤ壊れてるのに速いみたいな。うん、それが修正されるみたいですね。はい。で、次ですね。3番、コアレーシングの火のラインのゲーム。あ、チェイスファイヤーで車のステアリング能力を改善しました。ステアリング能力ってなんだ？ステアリング能力ってなんだろう？ちょっとわかんないですね。うん。4番、物理的なローディング戦略を最適化して、ローエンドモデルのローディング速度を改善した。あー、じゃあ、まあ、ローエンドっていうのはですね、まあ、スペックの低い端末のことですね。で、ハイエンドっていうのを、まあ、スペックの高い端末のことなんですが、まあ、例えば iPhone 6とか iPhone 7、またちょっとスペックの低い Android 端末を使ってでプレイされている方ですね。そういう方がですね、まあよりプレイしやすい環境っていうのを今回整えるっていう風に書いてますね。はい。で、次のやつはまあペニンシュラ大脱走ですね。まあグローバル限定のやつなんで、これはまあ省略します。その他、荒野行動のログインインターフェース、まあログイン画面の見た目が変わりましたっていう風になってますね。はい。どういう感じになるでしょうね。まあこれはまあ明日ですね。明日とか今日か。うん。まあ今日をちょっとまた確認してみますね。はい。アップデート来た後ですね。はい。2番、ショップの小道具の特殊効果、バレンタインデーのサプライズ、温かいバレンタインデーのサプライズ、カーニバルは、あーなるほど、ショップでなんかありましたね、パラシュート効果時に使えるバレンタイン限定アイテムですね。それが8月の17日になくなるっていう風に告知されてますね。はい。で、次、 PC 版の荒野作戦が正式に開始されました。荒野作戦、半島、多分ペニンシュラ大脱走の PC 版で始まったっていう感じでしょうね。まあ、この感じで言うと、まあ、ある程度そのグローバルサーバーでテストをして、まあ、例えば PC だったりとか、いずれまあ JP サーバーにもペニンシュラ大脱走っていうのが来るかもしれませんね。はい。で、バグ修正。1番、フックバスがモデルのファイヤーチェイスモードで消えない可能性。どういうこと？フックバス。あー、なるほど。チェイスファイヤーでフックをですね、相手にかけるアイテムがあるんですが、それのフックが消えないバグがあるんで、それ修正したっていう感じですね。で、チェイスファイヤーで次は、トランジション方式が決済インターフェースに表示されない。わかんない。トランジション方式って何？で、3番、チェイスファイヤーでカスタムアバターが表示されない。あー、なるほど。色違いの車両スキンが表示されない不具合が修正されたといった感じになってます。4番、チェイスファイヤーの追跡モードでチームメイトのネームプレートが赤く表示される、あ、味方が敵に見えてしまうみたいな感じですね。それが修正されるって感じです。5番、チェイスファイヤーでアイテムがチームメイトのところに残ってしまっている問題ってのを修正されているっていう感じですね。で、6番、MK5 の SMG の方をですね、撃つ時の標準がおかしい修正問題を修正しましたってなってますね。あと、モシンナガンもこれ書いてますね。モシンナガンもまあスコープが異常に表示される不具合、これを修正されるっていう風に書いててありましたよね。 MK5 は知らんすけど、モシンナガンに関しましてはスコープがめっちゃ
崩れる不具合ありましたね。これが修正されます。はい。で、8番。ウォーターメロンが性別と一致しない。あ、なるほど。スイカコインをガチャで回したら、まあ、その性別、逆の性別のアバターが出る問題、スキンが出る問題ってのを修正されたみたいですね。はい。9番は、そのスイカ時代の修正ですね。説明文中国のままでしたので、これを修正したって感じですね。はい。で、10番。そのプレイヤーの本来操作したかった、まあ、ボタン操作と、実際その反映される操作が、ちょっと違う問題ってのが修正されてるみたいですね。メイストとかこれ多いんで、もうちょっと修正してほしいですね。メイストね、右行ってるのに左行ったりとか、左行ってるのに右行くことありますからね。はい。まあ、そんな感じで今回の、まあそのアップデート要素ってのがまとめられているというわけですね。楽しみですね。まあ、専属ガチャ、そしてバトルパスと56式の狙撃銃ですね。まあ、これがめちゃくちゃ楽しみだなというふうに思います。まあ、56式は SKS のコピー銃なんですけれども、まあ、単純に連鎖になるかどうかっていうのはまあ微妙なところですね。まあ、その外観が強化プラスチックなのか、それとも、まあ、木のまんまなのか、どっちもあるんですよね。木のまんまのやつもあるんで、木のまんまだったら単発の狙撃かもしれませんし、強化プラスチックやったら連鎖かもしれませんし、まあ、そこはまあ実装されたら再びですね、検証していくと思いますので、まあ、よかったらそちら見られていただけると嬉しいです。最後に僕が気になるのは、この画像、一番上にある画像あるじゃないですか。このね、馬の後ろにまず船が映っているのがめちゃくちゃ気になりますね。この船は今のところないんですよね。赤いラインが船体に入っていて、シービーラーは赤いラインなんかないですし、カエルの船はカエルが映っているんで、また新しい船が来るんですかね。わからんですけれど。と、あと、この馬が HK50 を持ってますね。これ多分 HK50 でしょう。もしかしたらこれ M27 かもしれないんですけれど、長さ的に HK50 かな。まあ、これ持ってますね。なんか関係あるんですかね。気になるところです。はい。まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のオンよろしくお願いします。Twitter やってます。フォローバーしろと言われたらフォローバーしますのでよろしくです。TikTok、ミルダム、そちらの2つやってます。ミルダムの方では全てのリスマラライブやっておりますので、リスマラの恩恵得たいなという人はそちら来てください。よろしくお願いします。あとですね、YouTube コミュニティ欄とミルダムの方で無料クランロゴ作成企画の方もやっておりますので、そちらもよろしくです。LINE の方で動画の通知や最新情報の方もお届けしておりますので、そちらもよろしくお願いします。サブチャンネルでもぼちぼち料理動画出してますんで、よかったらそちらもご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。